第2章はレティクルさんにお願いいたします。うん、これ2番手って言った会社ね。はい、頑張り。あー、ちょっと待って、おい、レティクルこんな可愛い子おんの？ゴーヘルゴー、突き落としていこう。なんだ、夜を更けてまいりました。うーん、寒っ。ここんとこ朝晩はだいぶ寒くなってきやがったな。さっさと用事だけ済ませて事務所戻ろう。その後は熱燗で一杯やるのもいいな。ちょっと楽しくなってきたぞ。よし、じゃあついでにつまみでも買って帰え。あ、一ノ瀬さん。う、一ノ瀬、おー、こんな時間まで働いてた残業ですか。よう見たら蝶の 500m 手前らしいからな。ちょうど帰宅ルートが被るのもおかしくないような状況か。あれ、威圧しろ。ああ、出た、セイグハラ課長。あ、課長、その知り合い。なんだ、二人でどこ行こうとしてるんだお前ら。あ、一人じゃなかったのか。邪魔しちまったかな。あ、いやいや、そんなことは。邪魔しとけ邪魔しとけ。この二人っきり誘ったら課長がどんなことをするかわからんからな。君は確か一ノ瀬くんが気にかけている八代くんとか言ったか。そうです、八代です。一ノ瀬さんの将来の夫、八代です。八代です。どうなった？うちの課長、総務課の課長。え、総務課の？これはこれは、私 TLDR サービスの八代です。いつもお世話になっております。そう、かしこまらなくても。あ、どうかね、うちの一ノ瀬はお役に立てているかな。いや、それはもう役に立って おられますよ。デバフ要因としてですね、強いんですよね、一ノ瀬さん。素早さも高いしね。それはもう十分な戦力になってくれてますよ。いない、ちょっとここ最近ちょっといない時間があるんでね、寂しい感じです。いえ、出向で来てくれている人を当てにしすぎちゃダメなんですがね。そちらに行った時はいくらでもこき使ってくだされ。いやー、最近もそちらも忙しいんじゃないですか。一ノ瀬くんもしばらく見なかったですし。それに今日もこんな時間まで、定時はとっくに過ぎてますよね。忙しいか、まあそんなところだな。それでは私たちは行くところがあるので、これで失礼する。なんだ、夜の闇に見紛れて消えていったということなんだけどな。どこに行くんだ、どこの夜の闇に消えていくんだお前ら。あ、はい、お気をつけて。もしかしたら夜でもお盛んな、夜でもお盛んなホテル的なところに行くんじゃないだろうなお前ら。なあ、どこ行く？耳打ち？ごめん八代、最近そっち行けなくてさ。え、 ASMR？ 耳打ち ASMR？ 一応瀬さんほどの人からさ、耳元でささやかれたら俺はうーってなってしまう。それはいいけど、連絡くらいはちゃんとよこせよ。ともりのやつが心配してたぞ。ともちゃんが。おい、一ノ瀬くん。鼻の下伸びてる声だ。やば、行かなきゃ。じゃあ、また連絡する。さんじゃね。おう、お疲れさん。一ノ瀬のやつ、こんな時間まで課長と何やってたんだ。ここらは別に蝶の仕事で来るような用事なんてないだろうに。ガチで何やってんだよ。ガチで一ノ瀬さんに何やらせてんだよ。うわっ、寒っ。突っ立ってないでさっさと帰るか。やばい、この後課長と一ノ瀬さん、暑くてねっとりした夜が始まりそうな気がする。久しぶりのともにイベントです。よう、邪魔するぞー。ほやな、ノックもしなかったな、今。ノックしなかったな、今。だからデレカシーないと言われるんだよ。もう、ともりの警戒センサーがビビビって反応してます、これ。いやー、ちゃんと邪魔するぞって、どっちやけんな。お前、それノックして邪魔するぞって言ってドア開けるんだったらわかるけどさ。ドア開けると同時に邪魔するぞってさ。もう邪魔してんのよ、その時点でって話なんや。開けるのと同時というか、完全に事故ですよ。ノックをしてくださいって言ってんです。ノックか、そういや頭から完全に抜けてたわ。
どんだけ一人の時間が多かったんだろうか。そうやってどんどん友達なくしていくんよ。ショーとか他の会社に行った時どうしてるんですか。悪い悪い、まあ次から気をつける。忘れてなければ忘れてるなこれ。はあ、壁に張り紙しておきます。それで何か用事でしたか。いや、部屋がとっちらかってるんだけど、いよいよ俺のくつろぐスペースがなくなってきてな。だからこっちに来た。たまり場になってるんやないお前。もうお掃除しましょうよ、いつも言ってるじゃないですか。共にがしてくれると助かるんだが。嫌ですよ、そんなエッチな本とかいっぱい出てくるし。女の子にさせるなって話やな、もうほんま。わかったわかった、そのうち自分でやるからちょっとくつろがせてくれ。もう寝転がって漫画読んでるし。まあいいですけど。トモリンの部屋が漫画喫茶みたいになったねえかお前。トモリは何かしてたのか。本当に邪魔ならどっか行くけど。いえ特に何もしてないですよ。強いて言えば生前を思い出してたというか。なんかいきなりちょっと重たい話になってますけど。突然のことだったし、その後が怒涛の展開なんで振り返る余裕もあんまりなかったんですけど。どういう経緯で地獄に落ちてきたんだろうな。ちょっとそのあたり深掘りされる時が来るんだろうか。最近一人でぼんやりしてるとふわっと頭の中に浮かび上がってくるんですよね。生前か、どんな感じだった。どんな感じ。聞き方ちょっと軽いたって普通の学生でしたよ。もういいから暇つぶしに聞いてやるよ。聞くくせに偉そうですね。まあ特にこれといった特徴もない人生ですけど、友達は多くて楽しかったな。友達多そうやもんな。こんだけちょっとオーバーリアクションやけん、付き合ってて楽しいと思ってくれる友達が多そうな感じではあるよ。なるほど、友達ね。みんなで食べに行ったクレープ美味しかったな。あとは少し前ですけど、タピオカが流行ってて。タピオカが流行ってたのは割と前ですけど、5年ぐらい前じゃなかったっけ。タピオカ？なんかこうもちもちした黒い粒がミルクティーの中に入ってるんです。よくわからんが、うまいの？美味しいはずです。はずって何？なんだよそりゃ。なんかああいうのは雰囲気を食べてるというか。あ、でもポップコーンとかは美味しいですよ。雰囲気ね。ふーん、ポップコーンね。なんかもう興味なさそうになってませんか。いや、本人が言う通り何もなさそうで。こっちに来てからは怒涛の日々なんですけどね。転落人生である。地獄に転落人生。転落人生かっこ地獄やけんな。それにポップコーンくらいこっちにもあるしな。塩味だけじゃなくてキャラメル味とかいろいろあって美味しかったんですよ。よくわからんけど、お前の記憶は食い物ばっかりだな。確かにな。そんなことないですよ。他にも大切な記憶が。記憶あれで。ああやっぱ脳のメモリーのほとんどが食べ物で埋め尽くされとんじゃないかお前。その食い以上は生前からだったか。どうでうちの食費が上がるわけだ。痛いところを。どんどん養分やっていきょやな、この体のムチムチボディの。次いつ水着とかになるんだろうな。それで他の話題は思い出せたか。どうだ、彼氏とかいなかったのか。チューとかした。出た、デリカシーなさを。八代さんって鬼とか亡者とか関係なく、やっぱりデリカシーがないだけだと思えてきました。普通の男子は女子にそんなこと聞かんのよっていうこと聞いてくるけんなお前。もう男子校で育ってきたんかなっていうレベルでさ、女子に免疫ないよね。そういうつつき方されるのは。まだ男子校の生徒の方がデリカシーあるよな。いや、男子校の生徒がデリカシーないとか言うわけじゃないけどさ、女性に対して慣れがないけんさ、ちょっとデリカシーのようなないことを言いそうな気がするけん。あ、勝手にイメージで言ってます、ごめんなさい。む、ちょっと無神経すぎたな。もしかして彼氏は惚れられたくない話題だったか。いや別にそういうわけでは。彼氏とかはその気になる人くらいはいたり。ふう、青春。興味なさそうな顔になるのやめて。ワイド乙女の純情、興味なさそうな顔になるのやめて。あ、今のペラって漫画のめくる音なんじゃ。うん、ああ、彼氏とかいないんだろ。
まあそんなだろうとは思ってたけど、割とちょっとひどいことじゃない？いっと、ちょ、向こうで出てくるのやめろよ。八代さんにはもう昔のこと喋ってあげません。さあ、L レベルというのが4に上がって、上がった能力は VP が140、上限アップってことか。ピッチャーがいつまり、いつまりバッターになったんや、いつまり野球を始めたんや、お前は。獲物を直接投げつける季節。ああ、あのなんか、コンボを投げつけるんじゃ。というか、深い考えはない。脳筋やな。なんか、鉄血のオルフェンズのバルバトスがやりそうなことや。わ、やりそうってか、やいよってことやな。よーし、資金もこれぐらいあればいいかな。じゃあ準備して買い出していくか。なんだ、電話が来た。リン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 。私が出ますね。おう、下僕。はい、お電話ありがとうございます。こちら TLDR サービスです。手慣れてきてる。電話の出る、手慣れてきてる。お、一ノ瀬さんじゃないですか。最近はどうしてたんです？どうしたんだ。うんうん、やっぱり忙しかったんですね。それで用事とは一体。あ、八代さんに代わった方がいいですか。はい、わかりました。じゃあそう伝えておきますね。電話、一ノ瀬からだったのか。なんで言ってた。あ、あれ、電話変わったわけじゃないんじゃ。なんたら雲とかいうやつ。ああ、女郎雲か。明日朝で行われるそうで。おお、とうとう作戦会議みたいなんか。ジョロークモだな。てか、なんで蝶から直接うちに。まるで大企業様みたいじゃねえか。うん、もしかして一応生がいらん気を回して便宜を図ったとかか。どうかしたんですか、八代さん。いや、なんでもない。まあタイミング良かったってことにしとくか。よし、泊まりも一緒に出かけるぞ。重要な仕事だ。はーい、お出かけ。一体何の用事ですか。お前なんか出かけられて、どっか水族館とかそういうところに行くときの反応だな、お前。喜べ、荷物持ちだ。そんな、荷物持ちなら他にもっと適任がいるじゃないですか。あ、売店行くんだ、とりあえず。だから荷物持ちが欲しかった感じ。めっちゃにぎわっとんな。ざわざわざわって声聞こえてきよんで。なんかさ、特売のセールでもやんよんかなってぐらい人集まってないから今。そこの角のとこに吊るしてあるのがそうです。一人じゃ回せてないいう感じになってる。ああ、これか。アンガトさん、店員さん、この燃料だけどここにあるだけしかない。燃料とか売ってんのか。奥に在庫ある。燃料売ってんの、すごいな、ここだかしや。今日はよく出てるので、マジかよ。足りるかな。あー、バーナーの燃料。ちょっとよその売店も覗かない。トモリンと同じような武器を持ってる人か。レティクル。あー、レティクルってなんか2番手の企業とか寄ったところだったっけ。おーい、荒稼ぎちゃん、レジまだ。すみません、もう少々お待ちください。こんなお客さん多いの。そうか、町に集まるけん、その流れでここにも寄ろうっていう人がたくさんおるんじゃわ。今回はジョローグも相手の大規模作戦だからな。みんなも買い出しに来てるみたいだ。そういうのはこっちにも話を通してくれます。人員在庫増やしたのに。人員増やすとかあるんじゃ。荒稼ぎちゃん以外にもなんかおるんやな、店員さん。商品残ってるんですかね。まあ重要なものは先に買ってある。今日は補充品が買えればそれでいい。それならいいんですが。とはいえさすがに人が多いな。よし、ともり、お前の出番は後だから待ってろ。あんまり重くしないでくださいよ。もうすでに重いもんぶら下げてるくせに。よっ、荒稼ぎ、今日はだいぶ儲けてるみたいじゃねえか。誰かと思えば、
前この忙しいのに商売の邪魔だ。鬱陶しいだろうな。エイペックスで言えば正面の舞台と戦いように横から別の舞台がやってきたみたいな感じの鬱陶しさやな。その商売の客だっていつも言ってんだろ。なんだよ客かよ。じゃさっさとなんか買って視界から消えろ。毎回言うけど客に言うセリフじゃねえだろそれ。見てわかるだろ、書き入れ時なんだからいつもみたいに相手してもらえると思うな。いつも相手してねえだろ。ろくな相手された覚えねえわ。相手っていつも散々な扱いなんだが、人に対してマニュアル変えてきよけんなこの女。うるせえな。てか買い物ってことはお前んとこもジョログモとやんのか。呼ばれてるからな、ジョーから。作戦会議的なんで。ま、そういうこと。ま、あんたがやられようが潰されようが私には関係ないからどうでもいいや。俺が死んだらともりにお前の自宅に骨送ってもらうよう言っておくから。ほらほら、どこの骨がいい？肋骨か？肋骨がいいか？むちゃくちゃ言うなよ。まあマジで忙しそうだし勝手にやって帰るよ。セルフレジとかあんのかな。見た目結構古臭い駄菓子屋なのにさ、セルフレジとかそういう最近のもんは導入されたもんなんかな。あ、ディフェンスの役職はもらっとこうか。あとはなんだろうなと。あ、デバフアイテム、これはでかいぞ。アタックのデバフが特にでかいね。これジョローグモの時に使おうかな。なんだこれ、パール？ああ、こんなんあるんじゃ。出てきた、ようやく出てきたか。あの障害物突破用、あれ壊すん、このパールだったんじゃ。そういうアイテムだあるんやな、やっぱもらう。これで新しいところ行けて、その先にレアアイテムだもあるんだろうな。よし、まあこれくらいでいいだろう。買い出しは終了だ。それにしてもすごい人でしたね。一度連れてきてもらった時はゴロゴロだったのに。そうだよな、いつ潰れるかわからないぐらいのガラガラ具合だったのにな。まあ蝶が昼休みの時以外はそんなもんだ。あんなに混んでたのは俺も久しぶり見た。しかもワンオペで回して、私コンビニバイトだけは絶対に無理だと思います。なんだろうな、ガンプラの再販便みたいな感じだったんだろうかな。ともりは転んで棚とか崩して大惨事にしそうだ。なんでわかるんですか。わかるんですかって、合ってんのか。地獄に筒抜けだったりしませんか。そうだったんじゃ。なんかそういうキャラっぽいなと思っとったけど、そんなわけあるか。お前がわかりやすいってだけだ。飲食店で働きよったら絶対に1日1回は裏で盗み食いしょったりするんだろうか。ごもっともで。ところで一ノ瀬さんも電話してきましたけど、ジョローグモって何ですか。前々から噂は聞くんですけど、なんかやべえ、ほったらかしとったらどんどん被害が増えるやべえやつみたいな感じのことは言おうよけど、結局どんな感じのもんなんかは説明がないよな。まだ自分で言ってるじゃないか、ジョローグモ、いわゆる蜘蛛の化け物だ。かなり前から工事国を荒らしててな。まあ言うなればキリクみたいなもんだ。化け物なんですよね。キリクちゃんと一緒とは思えないんですけど。少なくとも賞金首ってところは同じだろう。もしやそのクモさんも新入社員に。まあボインナーお姉さんだったら加入させたいけどな。面白いこと言うな。そういうことをすでにした本人に言われましても。できるもんならそうしたいのはやもやもだが、まあ普通に考えて無理だな。ジョローグモは蝶が何度も駆除しようとして失敗してる。いわばラスボスみたいな存在だからな。え？そんなラスボスみたいな存在と戦うってことは、このゲーム割と終盤なんかなこれ。なるほど、さすがに引き取って社員になんてのを見逃してはもらえないってことですか。その通り。それにおとなしくタイムカード押したり作業着着たりしてくれとも思えないしな。そんなにやべえやつなんじゃ。キリクがまだちゃんとした常識あるやつだという感じのことが分かった。てか単純に体がバカでかい、モンスターなんやな。そんなのと戦う大規模作戦ですか。うまくいくといいですね。何他人事みたいに言ってんだよ。うちの会社も一緒に参加するんだよ。え、
そうだ、ともりファイヤーを見せてくれ。ともりファイヤーをな。ジョローグも雲だから炎に弱いはずだ。ともりファイヤーの出番だ、お前。でも冗談の時にさ、雲ってことは炎に弱そうな気がするけんな。ともりの出番が来ると思いますよ。地獄講師イベントです、これ。やっぱりこのままがいいな。ともりのやつが倉庫から引っ張り出してきてから久しぶりに読んでるが、古いのに色褪せない。あれ？続きの14巻がないぞ。まだともりが抱え込んで読んでるのかな。とすると事務所か。あっちまで行くのめんどくさいな。あー、ゲームして漫画読んでたらもうこんな時間か。明日も仕事だし寝よう寝よう。あれ、この流れで地獄講師どうやって出てくる？そろそろいいかな。忍び込んでる。暗闇からパッと出てきやがったこいつ。何、俺に対して何かハッピーサプライズもやろうと思ってるお前。よく寝ておるわ。我が音も立てず侵入していたとは。何、ミッションインポッシブル地獄が始まる。ミッションインポッシブルヘルが始まるんやけど。抜き足差し足ん、足を抜くってなんだ、刺すってなんだ。自分で言って自分で突っ込むな。まあいいか。抜き足差し足どりゃー。わあ、なんだなんだ。わあ。その顔。子供のいたずらー。こんな女の子やけんさ、じゃれ屋に見えるけどさ、この子はもうちょい大きい年頃だったらさ、ちょっと危なっかしいところにね、お互いの下半身ありますからね、あなた。やべえな、地獄講師さ、まだ小さいからこんなんですけどね、これ成長したらもしかしたらボインとかになるかもしれないからね。将来に期待の女の子であります。地獄講師。てめえ、講師、いきなり何しやがんだ。てか、いつ入ってきた。様が漫画に夢中になっているあたりだ。よくそんな時から静かにしてられたな。ちょこちょこ動き回ってパックのお前が。目的のためには必要なことだからな。何お前、メタルギアソリッドでも影響受けてんのかお前。なんだよ目的って。何を隠そう。なんだっけ、なんて言うんだっけ。知るかよ。そうだ、ヨバイ、ヨバイ。お前その言葉の意味辞書で調べたことある？お前みたいな年頃の子が使うような言葉じゃないんだよ。いきなり何を言い出すんだてめえは。何をって、この国の風習と聞いたが。アダルティな風習だな。いつの時代の話だよ。少なくとも現代ではそんな風習ねえよ。あっても漫画の世界だけだな。誠に、あ、当たり前だろ。そんな風習があるなら俺が毎回やってるわ。ふむ、まあそれもそうか。あと俺だったらメズパイにやらせてるな。ま、分かったなら早くどけよちびっこ。うん、何を慌てておる。我のことなど滋賀にもかけぬとバカにしたリアクションをしていたくせに。寝てたらいきなりわけのわからん珍生物が乗っかってきたんだから焦るわ。それだけか。本当にそれだけか。それ以外に何があるってんだよ。メスガキの顔似合うなお前。この我の素晴らしいボディに烈情を催しているのでは。くそ、まだ小さいけど大きくなった姿がすごい楽しみで仕方ないのは認める。ないない、絶対ない。その割には何か硬いものが。やめて、その年でそんなことを気にするのやめて。それはお前がベルトのバックルの上に乗ってるからだな。そんなこと言ってごまかされんぞ。いや事実なんだが。さてさて、思った通りといったところか。何がだよ、さっきから何も話が見えんぞ。何って、八代は欲に忠実で節操がないというどうしようもないやつだろ。人のことを何だと思ってるんだ。まあ良い、まあ良い。
すべて我に任せよ。騒がずわめかず、松型のやーに。何ちょっと ASMR みたいなさらき方してきよんだな、お前。何を言ってるか全然わかんないって。いきなり騙してどうしたよ。やばいって、ここからどうするんだ。勉強してから来いよ。お前、予売検定とか受けてこいよ、お前。せめて3級取ってから予売しに来いよ、お前。予売する資格ねえぞ、お前は。お前に聞くなよ。というか、暗い部屋で男女があって、何をするの？何でお前、そういうところは都市相応の知識なんだよ、お前は。マジで何も知らねえのかよ。もしかしてお前、ただ近しに来ただけか。まあ、そうとも言うな。八代とこうしてなんだかんだするのは楽しいしな。教えてあげよう。男女が暗い部屋の中で何をするかって？トランプ。皆さんわからないかな。皆さん修学旅行でさ、消灯時間を過ぎた後にさ、そのなんかスマホのライトとかで照らしながらさ、布団にくるまってやるトランプって面白いと思いません？俺だけ？俺だけかな。はあ疲れた。こんなので貴重な睡眠時間が。ほっといて、寝よ寝よ。え？ゴー！ゴー！えー？おい、ほんとに寝るやつがあるか。ちょっと、おい、やっしろ。会社目標説明会を待つってことは、適当にとりあえずどっかにレベル上げしようって言ったら、時期にイベントが始まるってことでええんかな。だって3万円稼ぐとかいう目標があったりしてね、結構カットしとると思うんですよ。ただいろんなところにレベル上げとか猛者稼ぎとか一挙っただけなんで、そういうところはカットしてるんで、思いっきりカットの時間が長いかと思いますけども、ご了承ください。試しに使ってみていいかな、障害物。そしたらやっぱり何かしら、あー、こんなに2つもある。ストックします。まずこれがテクニカルプラス120と MP のやつ。そしてその次が、これが幻の、わっ、攻略300も上がる。何これ、すごい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 もん出てきたみたいなことができるわけじゃん。それで八代さんがその雲と戦うとか言ってんですよ。そんなこと言ったら、どっちかと言ったらさ、この子にとってはやってみたいみたいな目が光りそうなところがありますけど、好戦的なこの子は。女郎雲、私も何回か聞いたことある。有名ですからね。どんな話を聞いたんですか？さっきトモリが言ったのと似たような話。各地で暴れ回ってるとか、何回も作戦失敗してるとか。そんなのの相手が私たちに務まるんでしょうか？一番キーマンになりそうはトモリですけどね、属性的に言えば。実際に見たことないからなんとも。そりゃそうですよね。でもトモリは私を追い詰めた時の一人だし、もう少し自信持ってもいいと思う。あ、ワイド気遣いを持ってくれているな、キリクも。そんなこと言われても、私がこの仕事始めたのついこないだからだし。そうだったんだ。じゃあ地獄に来たのも私と似たような時期かな。多分そうだと思います。私の方が少し後かもしれませんけど。わっ、なんか明かりがついてると思ったらお前らか。あ、八代さん、どうしたんですかこんな時間に。それはこっちのセリフだ。もしかして残業か。いやー、感心感心。お腹空いたから二人でお菓子食べてるだけ。そうです、夜のティーパーティーです。ただの過食じゃねえか。だから太るんだよ。じゃあともり、私はそろそろ寝るから。あれ、もういいんですか？そうだぞ、俺もティーパーティーに混ぜてくれよ。やだ、臭いから。なんだと、社長に対してなんだろ言い草。キリクさん、ちゃんと歯を磨いてから寝てくださいね。うん、じゃあおやすみ、ともり。
まったくどいつもこいつも社長なんだと思ってるんだ。でもキリクが他の社員と馴染めてそうな感じで、あ、でもミスターイアイドーとどんな感じで話すんだろうなこの場合ちょっと因縁みたいな感じの関係になりそうな気がするけど、あの人とは。そんな社長さんはどうして事務所に、何かお仕事ですか。それでも性欲ムラムラするんですか。いや、ここにカップ麺の買い置きなかったかなって。完食じゃないですか一緒かい。突っ込んでおいて、むしろカップ麺の方がむしろカロリー高そうなイメージがある。はは、すまんすまん。ポットリお湯あるかな。お、まだ残ってる。そういえばお昼に話した雲のことですけど。ああ、ラスボス。そう、そのラスボスっていうか、地獄に落ちてからゲームみたいに常識外れのことばっかりで、もう何が何やら。常識外れってどんなとこが。だからボスっぽいモンスターがいたり、変な化け物がうろついてたり、落ちてきた人に攻めくを味わわせたり。俺らからするとそれが普通だからなんとも思わんが、そんなに現世と違うのか。そもそも地獄自体空想の産物じゃないんですか。ああ、そういう反応になるよな普通は。バカ言え。じゃあ最初からここにいる俺たちは何だって言ってんだ。そうなんですよね、実際にあるんだから納得するしかないんですけど、そういうオカルト的なものってさ、科学でも証明しようがないからそんなものはないみたいな話になってますけど、科学が発達してそういうのもさ、行ったり来たりできるようになる世界があるのかもしれないな。でもやっぱり納得できないっていうか、なんか容量を得ないな。まあ知らん場所に落とされたらそんなもんか。そんなもんです。多分八代さんにはそういうのないんです、気持ち的にどうも理解できないみたいなこと。納得できないことをな、あんま深く考えたことないからな。あ、まあそうですよね、私もここに来るまではのほほんとしてましたし。それは今でもしてるぞ、超してるぞ。私結構凛々しくなったと自分で思ったのにまあどっちかというとノホホンキャラで通ってますよね、ともりちゃんは。あ、なんですかそのかわいそうなものを見る目は。え、それプレイヤーに言ってる？さあ、チャプター11、放たれた3本の矢。お、なんかしっかりしたタイトルやな。そして説明会の日がやってきたという感じか。3本の矢ってはさ、3つの怪獣が参加する的な感じかな。ジョローグモとやり合うための説明で書いたからか、さすがに人が多いな。大手から新京都、顔ぶれも様々だ。負けちゃいられねえな。とはいえ、うちみたいな小さい会社じゃおこぼれに扱うのも難しいか。皆様、お集まり。あ、一ノ瀬さんが説明の司会なんやな。ジョローグモ討滅作戦の説明会を始めます。スライドの方をご覧ください。ジョローグモは最近動きを見せたわけではありませんが、一度動き出すと相当な被害が予想されます。はいはい。そのため被害が出る前に先手を打とうというのが今回の作戦です。過去幾度となく失敗している本作戦ですが、同じ鉄を踏まないよう全力で作戦に当たってください。いつもは手を抜いてるわけじゃないぞ。お役人は言うだけ言って何もしないじゃないか。うん、今回は超職員の実行部隊も作戦に参加して十分なバックアップを行いますのでご安心を。この世界にはさ、自衛隊みたいなのおらんのかな。ヘリでババババババってさ、ガトリングが撃ってくれんかな。報奨金の取り分は後で詳しく説明いたしますが、今回は最初に発見し駆除した会社が8割、あとの2割は行動により他社で分けることになります。だいぶ配分違うんじゃ。もちろん駆除できなかった場合は何もありません。おいおい、もしそうだったらただ働きってことかよ。なんとしても一番乗りを目指さないと。そうね、8割でかいって。さて今回の作戦の概要ですが、これまで通りまずはジョローグモの潜伏先を発見することから始めます。はい。過去の作戦で出現した場所を選定された会社が先行して潜伏先を調査、その後他社が集合し
ローラー作戦で炙り出して仕留めるということになります。それじゃあ先に見つけたところがそのまま駆除に移れて有利になるだろう。そうだぞ、機械を同じにしないと。ああ、なんか協力はするんだけども、やっぱり自社が一番最初に倒したみたいな感じであって、結局不協和音が生まれとるパターンのやつやな。とはいえ相手が相手です。先の作戦では人員の少ない会社が発見したことにより真っ先に被害が出てしまいました。今回はそういった被害を防ぐための措置ですので、どうかご理解ください。ふむ、まあ多少は考えられてるか。一応その言葉にざわついて会場もトーンダウンする。それでは先行して調査していただきます3章を今から発表します。これが三方の矢やな。第1章は騎士工業さんにお任せします。さあ順当だ。はい、承知しましたよ。うん、まあ最大手なんだし当然だよな。第2章はレティクルさんにお願いいたします。うん、これ2番手って言った会社ね。はい、頑張ります。あー、ちょっと待って、おい、レティクルこんな可愛い子おんの？え？ネットアイドルやん、こんな。VTuber っぽい見た目の男だ。なんでレティクルいいな。こんな隠し玉おったん、レティクル。こんな人が上司におるんだったらめちゃくちゃ働ける。残業は82時間ぐらいする。え、何あの子？誰？レティクルにあんな可愛い子いたっけか？返事したってことは大放射？いやいや、あの会社はおっさんがやってんだろ。代替わりしたのか？とか言って、この見た目で、はい、私、52歳ですか？って言って、ええー、って見てパターンあるかな。実は意外と、もう、年いってらっしゃる方とか。3社目は、TLDR サービス。うちじゃねえか！え？どこの社だ？どこの社だ言われてる。あや、聞いたことないよ。全然名前届いてないらしい。最近売り上げ伸ばしてきてるが、まだ小さいだろう。そんな会社がなんで？ん？あれ、なんか俺注目されてる？なんで？話聞いてなかったんか。レディクルの可愛い子ちゃん見すぎたか？ DLDR サービスさん。え、ああ、俺の会社のこと？先行する部隊の3社目、よろしくお願いしますよ。俺どこか？あ、なんで？あ、いや、了解しました。それでは発表した順番に。今の顔何なんだよ。決めていただきます。まずは騎士工業さん。なんかよくわからんけどメインの舞台に立ってしまった気がするぞ。ちょっと迷ってたけど事前準備しててよかった。選択権は最後だけど、まあジョローグモと対面できるかはジャズさんとレティクルの可愛い子がどこを選ぶかだな。残り物に服があることを祈っとこう。こういう時主人公に服くるんだよ。